グレー伯爵は、連合王国貴族の伯爵位。1806年に、ホーウィックの初代グレー男爵、チャールズ・グレー陸軍大将が除位されたことに始まる。彼はそれに先立つ1801年に、ホーウィックのグレー男爵に除されており、伯爵ジ位の際に、ホーウィック死爵にも除されたので、グレー伯爵にはこの二つの爵位が付属する。 さらに1808年には二大白チャールズが順番尺も継承しており、以降はこの称号もグレー白尺位に付随する。白くらいの法定推定相続人はレ礼称号としてホウィック死尺と称する。紅茶のアールグレーはイギリスの首相も務めた二大白チャールズに由来する。またカナディアンフットボールリーグのプレーオフ優勝チームに与えられるグレーカップは カナダの総督であった四大伯アルバートが寄贈したものである。グレー伯爵家はかつてノーサンバーランドにあるホーウィック、ホールとファラドンホールを邸宅としたが、現在はどちらもグレー伯爵家の手を離れている。グレー家は1319年からイングランド北部ノーサンバーランド州のホーウィックを領有するようになり、以降1963年の第5代、 グレー伯爵チャールズ・グレーの死去まで同地を本拠とした。初代グレー伯、チャールズ・グレーの12代前の先祖であるトマス・グレーは、サウサンプトンの陰謀事件で処刑され、弟ジョン・グレーが代わって、領地を継承。ジョンは100年戦争に従軍し、1419年1月31日に、ノルマンディー貴族、タンカービル伯爵に上された。これが、 グレー家が得た最初の貴族称号だったが、その孫の第3代タンカービル伯爵、リチャード・グレーは、バラ戦争のラドフォード教の戦いで、第3代ヨーク公リチャード・プランタジネット側についたため、称号を剥奪された。次に、グレー家で貴族称号を得たのは、初代グレー伯の6代前の先祖エドワード・グレーの兄弟の子であるウィリアム・グレーである。 彼は1619年6月15日に、イングランド順断尺くらいの順断尺に除せられた後、ノーサンバーランド選挙区選出の庶民委員議員を務め、1624年2月11日に、イングランド貴族尺位ノーサンバーランド州における、ウェイクのグレー断尺に除せられた。その孫であるウェイクの第3代、グレー断尺フォードグレーは、1695年6月11日に、 イングランド貴族爵位グレンデール氏爵とタンカービル伯爵に上されたが男子がなかったためこれらの爵位は彼一代で廃絶した。ウェイクのグレー男爵位もその弟、ラルフ・グレーの死去をもって廃絶している。初代グレー伯の父であるヘンリー・グレーは1738年にノーサンバーランド州ハイシェリフを務め1746年1月11日には グレートブリテン巡弾尺くらいの巡弾尺に助せられた。彼の死後、2代巡弾尺となったのは、息子のサー・ヘンリー・グレーで、1754年から1768年まで、ノーサンバーランド選出の庶民議員となった。2代巡弾尺の弟であったチャールズ・グレーは、陸軍軍人で、7年戦争、アメリカ独立戦争、フランス革命戦争で戦い、 1796年には陸軍大将に任じられた。彼は1801年6月23日に連合王国貴族爵位ノーサンバーランド州におけるホーウィックのホーウィックのグレー団爵、続いて1806年4月11日にグレー伯尺及びノーサンバーランド州におけるホーウィックのホーウィック子爵に助された。これがグレー伯爵家の創設となった。 1830年から1834年にかけて首相を務めた第二代グレー伯爵チャールズ・グレー二代伯となったのは初代伯の成人した最年長の息子のチャールズ・グレーである。父親から相続した爵位に加え、1808年3月30日には未婚だった叔父のサー・ヘンリーから順断爵位も相続した。またこの際にックを相続する代わりに、 パラドンに関する権利は放棄している。彼は保育党の政治家で1830年から1834年までの保育党政権において首相を務め、第一次選挙法改正、給品法改正、都市自治体改革、工場法改正による自動労働の時間制限、植民地を含めた大英帝国全体における奴隷制廃止などの実績を挙げた。 初代白の三男のジョージ・グレーは、1814年に、順断爵に上されており、この分流の系府からは1905年から1916年にかけて外相を務めた、ファラドンの初代グレー爵エドワード・グレーが出る。二代白が死去すると、その成人した最年長の息子であるヘンリー・グレーが就職した。彼も党の政治家で、ジョン・ラッセルの第一次内閣に、 陸軍、植民地大臣として入閣した。三大白には子供がなかったため、弟サーチャールズ・グレー陸軍大将の息子であるアルバート・グレーが白衣を相続した。彼は自由党所属の政治家で、はじめ庶民委員議員となり、就職によって貴族院に移った。1896年から1898年まで南ローデシア行政官を、 1904年から1911年までカナダの総督を務めた。総督在職中の1907年には日本の皇族である伏見宮さだなる新王のカナダ訪問を提廃した。またカナディアンフットボールリーグのプレーオフ優勝チームに与えられるグレーカップは彼が寄贈したものである五大伯となったのは四大伯の長男のチャールズ・グレーである。五大白には 男子がなかったため、1963年に彼が死去した時、ホーイックホールの所有権は彼の娘メアリー・セッシル・グレイに移ったが、男系男子に限定される、グレイ伯爵位は三大伯や、サーチャールズ陸軍大将の弟のジョージ・グレイ、海軍大将のヤシャゴであるリチャード・グレイが相続した。六大伯にも男子がなかったため、爵位は弟のフィリップ・グレイが相続した。 2019年現在のグレー伯爵も彼である。現在のグレー伯爵は、デボン・キングス・ブリッジのベルクロス・ロードにある、バレリー・コテージに在住している。現当主フィリップ・グレーは、以下の尺位を保有している。現在、伯くらいの法定推定相続人は7大伯の、長男の法 X 尺アレグザンダー・エイドワード・グレーで、ある。グレー伯爵グレー家系図書代。 グレイハクの三男ジョージ・グレイが1814年に除された称号を。彼の男系男子に継承されて現存。初代グレイハクの六代前の先祖の兄の子、ウィリアム・グレイが1624年に除された。四代続いたが1706年に廃絶。初代グレイハクの十二代前の先祖の兄ジョン・グレイが1419年に除された。 三代続いたが1459年に剥奪。二期目は、ウェークの三代、グレー男爵フォードグレーが1695年に、除されたが一代で廃絶。ありがとうございます。